信用南関天主共同。信用南関天主共同は、中国遼寧省信用指針河区にあるカトリックの大聖堂で、遼寧省教区の主教座聖堂。正式な名称は、信用や祖精神主教座堂という、現在の共同は1912年に建てられたもの。中国遼寧省信用地区へのカトリック宣教は1861年に、栄光に上陸した。 フランシスコ会のジャンシュナン神父により始まり、信用難関天主共同は、はじめ1875年に建設開始して、1978年に完成し、保育施設、付属学校なども建てられた。1900年のギワダ団の乱で破壊され、信者も多数殺されたというが、この事件の賠償金で1905年共同再建が始まり、1912年に完成した。 大聖堂が今そのまま残っている。遼寧省教区の主教が得られるところなので、正式な名称は、信用や蘇生神主教座堂という。聖堂は南北66メートル、東西17メートル、塔の高さは40メートルで1600人を収容できる。1985年に遼寧省の文物保護単位に指定されている。ありがとうございます。